はい、今回は岸田首相に日本国民が崖っぷちに追い詰められている状況とマジな声と、こちらについて考えていきます。今回もよろしくお願いいたします。まあ、岸田のですね、日本国民に対する棄民政策、全く国民のために、なっていない、売国棄民政策と言いましょうか、そちらにですね、国民がもう怒りの声を上げていると。で、あまりですね、普通のニュースとかには出てこないんですが、インターネットとか、そういったところにはこういった国民の声が出てきますので、まず一つ気になるニュースがありますので、そちらのニュースを確認しながら、日本国民の声ということでね、本当の声ということで、で、当たり前ですが、ほとんどもう9割と言っていいでしょうね、国民が岸田を支持あるいは肯定しているものがないんですよ。肯定する要素がないから、僕は全く、ないですけどね、意味がわからないし、さっさと変われと思いますが、まず、その岸田の、していることを、端的にというか、ニュースの記事があるんで、そちらを考えていこうと思います。まずですね、どういったことかというと、ここなんですね。もうこの時点でも国民としては、怒りしかないし、もうどうにもならないんですが、国民負担率の、実績値が 62.8%、 鬼の岸田政権が追い打ち、ばらまき&増税で国民が地獄へ落ちると、そういった、タイトルの、ニュースの記事なんですが、ついに国民負担率が6割を 60% を超えたわけですね。5項5民を超えて6項4民となったわけですよ。どうやって生きていけっていう話なわけですよ。普通こんなことになったら国民生活をまず考えるはずですが、そんなことを全くしない、岸田ですね。岸田 あるいは自民党、あるいは自公政権っていうものなんですが、で、自公政権というのは全く無意味な価値のない経済政策をするわけですね。そして、自分たちの関連団体とか、自分たちの仲間が儲かればそれでいい、国民には、負担を増やしても全く気にしないし、どうでもいいと思ってるんで、で、特にこの岸田というのは増税しか考えない、人間ですから、とてもですね、正気とは思えない。で、なんて言うんでしょう、日本の大きな問題である少子化の問題に関してやってるふりをするんですが、ポーズだけです。全くしていない。で、前もお伝えしましたが、こちらですね、多くの人がこのことについて疑問を持っておりまして、自民党の、している、少子化対策っていうのは、日本国をですね、少子化にする対策、だから少子化を回避する対策ではなく、少子化を促進する対策、そういったことであると、僕もそう思うんですよ。で、こちらのニュースがですね、端的にそれを言っておりまして、異次元の少子化対策と語りますが、日本がなぜ少子化になるのかっていうと、晩婚化と未婚化っていうことが原因。ということは分かってるんですよ。で、日本人が結婚すると平均2人の子供を産むっていうことは分かってるんで、まず結婚することが先なわけですよね。晩婚化あるいは未婚化をする理由っていうのはなぜかっていうと、今の日本の経済の状況にあるわけですよ。この国民がですね、もう過ごすのも苦しいような状態において、結婚して子供を作るとは考えづらいし、実際そういうことが厳しいから結婚しない、子供ができないということになってるわけじゃないですか。そのために、経済対策、経済政策を打つ必要があるんで、例えば非常に分かりやすいところで言えば、まず、消費税を廃止する。消費税っていうのは社会保障に使われてるってデタラメですから、そういったデタラメを言ってですね、大企業の法人税の穴埋めに使ってるだけなんで、国民のために全くなっていない、その消費税を廃止する、あるいはですね、社会保険料を減税するとか、国民全員に給付金を配布するとか、あるいはですね、子育てっていうのはお金がかかりますから、子供を大学まで無償化するとかね、そういったことが必要なんですよ。そういったことが少子化対策なんですが、全く少子化対策をしてないと。で、このニュースに書かれていることがあったんですが、岸田はですね、ヨーロッパとかスウェーデンの少子化対策を手本にしているというが、ヨーロッパの出生率が改善されたのは子供をたくさん産む移民を受け入れたためとあります。で、自民党の狙いがここにあります。自民党っていうのは、売国政党で、日本に移民を入れることを目的としている。で、このスウェーデンの出生率は下落傾向にあり、このままでは史上最低水準となっていると、そういうスウェーデンを手本にするっていう時点で意味がわからないんですよ。で、
自民党というのは少子化対策もそうですし、少子化対策と、ね、名目を打つことによって大きな公金税金予算が組めるんで、それを自分たちの関連団体に、巻いて自分たちが儲けるっていう、だから日本国民のことなど1ミリも考えてない、売国棄民政党であるっていうことが分かります。で、子育て世代の支援とか言ってますが、それもしてるかどうかわからないし、問題はそこではない、少子化を改善しないといけないが、その少子化対策を全くしていない、経済対策を全くしていない、で、無意味に金だけ、撒いている、で金を撒いているが、それは国民の税金だって、議員の金ではない。で先ほど言いましたが、自民党の狙いっていうのは別のところにあって、数年前、数十年前から日本に移民を受け入れる、日本の形を変えようとしている、その自民党のそのようなことを支持しているのは背後の東丸教会、そういったことまで、分かっているわけですね。で、最近、大きく、どうしようもないなっていうことが話題になったのは、子ども家庭庁の5万円という、無駄な金ですね。こういう、無駄な金、全く、効果を見られない無駄な金、金をばらまいて、またポーズですね、実績、選挙の前に実績をあったかのようなふりをする、そして、議員というのは多額の給料をもらう、政党助成金とか税制優遇を受けて、議員は自分たちが良ければいいと、そういったことをしていると。だから公金税金を全く気にせず無駄に使う、で自分たちの仲間に金をまく、そして自分たちの関連企業が儲かる、完全に腐敗しきっている日本の政治なわけですよ。どこにも国民のためという要素がないわけですね。で、岸田っていうのは、岸田そのものが問題になっているわけですよ。岸田そのものが問題の、発生源となっていると。で、あるいは自民党そのものが、問題の発生源となっていると。例えば少子化対策に、莫大な税金を投入するが全く意味がない。先ほど言ったように、少子化対策もそうですが、経済対策、消費税を廃止したり、ね、社会保険料を減額したりとか、大学までの子どもの無償化とか、そういったことをすればいいが、全くそういうことをしてないと。で、例えばですね、それに対抗する野党っていうところなんですが、野党っていうのもまともなところがほとんどおらない。僕が思う限り、山本太郎の令和新選組ぐらいしかないと思います。他のところは全くない。ポーズを取ってるか、ポーズすら取らない。今の日本っていうのは本当国民にとって絶望するような状態におるわけですよ。で、国民が思う、どの政党に入れたらいいのか、無駄な税金を使わないのはどの政党なのかと思う。ただし、選挙を諦めてはいけない、政治を諦めてはいけない、そういったことが国民の課題でもある。で、ちょっと話が戻りますが、国民負担率 62.8%、 そんなことをしていて、もう無理じゃないですか。日本国民の可処分所得が減り、日本国内の経済、日本経済に悪影響を、及ぼすと。なんか国内の経済が循環が悪いんで、消費が悪いですから。でさらに、それではね、例えばその日本の中小企業も良くなることがないし、ずっと悪循環の中から抜け出すことができないわけですよ。で、この国民負担率 62.8%、 60% 超えて、江戸時代であれば一揆が起きているわけですよ。つまり、この国民負担率が 60% を超えるっていうことは、日本国内で日本国民が生きていけない状況になってるわけですよ。それを岸田っていうのは放置してるわけですよ。口ではどうのこうの言いますけど、全く何も対策をしてないでしょ。放置してるわけですよ。そしてその日本国民を放置して、岸田あるいは河野太郎っていうのは自分たちが外遊と称して遊びに行ってるわけですよね。国民が困っているのを全く気にすることなく、海外視察という名の遊んでるわけですよ。本当にひどい限りですよ。岸田も河野太郎も何をやってるのか意味がわからない。で、岸田はですね、この話がとても注目になったんですが、日本国内で、起きたですね、九州と秋田の、大きな災害の時にですね、そちらに目を向けず、外国に行ってまた得意の外国へのばらまき、意味がわからないじゃないですか。日本国内の、被災地に、お金を出すのが当たり前なんですが、支援はしない、それが岸田です。岸田は外国へ金を出すが、国内には金を出さない。だから、その SNS のね、そのハッシュタグトレンドに入ってましたが、岸田が日本を滅ぼす、岸田政権、交代、岸田やめろっていう、そういうのが入るわけですよ。だから今の日本っていうのは国民にとって本当に生きるのが辛い状態になっているってこと で、岸田のこの許せないっていうのは、金を出さないっていう、それもそうですし、人としてっていうのが問われたんですが、
岸田というのは外遊しに行く前に、九州のところで何か発言したんですが、その発言がおそらく誰かがですね、作った原稿を棒読みしてたと思うんですが、その最後にいいですかと言ってて、意味がわからないでしょ。国民の気持ちを考えてるんですが、だったら、もうこれでいいですかなんて言うわけがないんですよ。つまり岸田ってのは日本国民のことは全く考えてないんでね、こんな人間、あるいはこんな政党に票を絶対入れてはいけないわけですよ。だって国民のためにならないわけですから。で、岸田っていうのは何を考えているのかって言ったら、おそらく日本国民をどん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 追い詰めることを考えているわけですよ。追い詰めるっていうのは、例えば、増税という形で追い詰めると、サラリーマンにいろんな、増税、各種増税をサラリーマンに課す、そして今年の秋からインボイスっていうもので実質増税を個人とかフリーランスの人に、課す、そして、おそらくどっかのタイミングで日本国民、全員に対して消費税15%、そういったところに方向、そういった方向に舵を切っていって、日本国民が経済的に疲弊して、どうにもならない、そういった状況を望んでいると思います。そうでなければこんなことをしないから、どっかのタイミングで舵切って違う方向に行ってるわけですよ。岸田はそれができるわけですよ、内閣総理大臣なんでね。で、しかしそういうことは全くしていない。あらゆる形で国民が困る増税ということをしている。で、当たり前の話ですが、岸田がしている増税とですね、日本国民が出産するってことは全く真逆なわけですよ。この厳しい経済状況下の中で、どの国民、誰がですね、結婚し出産をするのか、結婚も出産もしないですよ。だって、まずね、親が生きていくのが苦しいから、ね、子供が生まれても子供の生活が苦しいわけじゃないですか。で、それを考え直さないといけないんですよ。で、そういったことが、僕が話した話か、どうか、みんな同じことを思ってるんでしょうね。ネットで岸田に対しての、本音でしょうね。日本国民の、マジな声っていうことで、心の声なのか分かりませんけど、岸田、一言で言って人でなし、本当にそう思います。で、今度は自民党について思ってるっていうことで、自民党っていうのは岸田を辞めさせればそのうちどうせ収まるだろうと思っている、その思惑が見えて腹立たしいと。自民党政権っていうのはね、例えば安倍を変えて、今度岸田を変えて、そうやって大臣とか議員を変えて、で、それで自民党、背後の東丸協会が、あるいはですね、宗主国が、思惑通りに、していくという。だから、つまりは自民党である限り何も変わらないんですよ。自民党そのものが腐敗してるからね。で、それにまず国民が気づいて、自民党、あるいは公明党、維新とか、そういったものを、変えていかないといけない。そうしないと、本当に僕たちがね、過ごすのが難しい、そういった状況下にあるわけですよ。で、岸田は、日本国民を見捨てて、寄り添うことなど、全くしない。そういった総理議員は、やめてほしいと。国民に、金銭的援助とか、お金を撒いてくれっていう、確かにそうですね。日本国民には全く金を出さず、外国には率先して金を出す、意味が分かりませんから。岸田は確かね、なんかにありましたけど、178兆円ぐらい外国に金を出してるんですよ。正気とは思えないでしょ。外国に178兆円出してるんですよ。日本に178兆円出したら、もう日本の経済戻ってますよ。別に全部を日本に出せとは言いませんけども、分かりませんけど、その半分でもいいですよ。出していったら、もう日本の経済はこんなに、あと国民生活もこんなに、厳しい状態にはなっていないと思います。で、身内と海外には甘い、総理大臣、岸田は一番総理大臣にふさわしくない、最もですね。で、あるいは税金で国民を縛りつけていると、どうしようもないと思います。で、このような状況下にある、日本国民ですが、別に諦めるとかそういったわけではなく、道は一つしかないんですね。日本国民の権利を、主張すると、選挙に行って自民党以外に投票する。で、この際に大切なことがありますが、マスコミのデタラメな報道に踊らされてはいけないんですね。おそらくはっきりと分かりませんが、岸田の支持率は1%を切ってるはずなんですよ。なぜなら国民が支持する理由がないから。どこにも理由がないんですよ。で、よく例えばですね、こういったことを言う人がいるんですね。何をやっても変わらないし、選挙に行っても変わらない、日本は変わらないっていうんですが、おそらくこういった今状況にいると思います。このまま放置したらやられます。国民がやり返さなければやられる。もうすでに今若干手遅れになっているような状態ですから、もう多分次が最後でしょうね。で、そういうことを言って諦めたら、もうさらにこれ以上好き勝手をされるようなことがあれば、本当に日本国民が国内で、生きていけない、そういった状況に、追い詰められる、と思います。だから、例えばね、難しい話っていうかもしれないけど、別に難しくないんですよ。こう言って岸田のやってる、ね、移民政策がおかしいんで、
岸田以外に投票しよう、自民党以外に投票しようって、それだけなんですよね。一般の国民が、このまま日本国民が政治とか、この岸田のしてることに関して無関心だった場合は、本当に日本が手遅れになりますから、岸田をこのまま放置してはいけないと、そういったことを思う国民の声がインターネット上にあちこちに出ておりまして、僕の思うところということで、お話してみました。リスナー様も同じようなことを思っていらっしゃると思いますので、何かしら共感していただけるところ、あとですね、僕たちが住んでいる日本がより良くなることを願っていますということで、今回はここで終わりです。最後まで聞いていただきましてありがとうございました。